アメリカ製のバレット M82A1、大仏ライフルは、かつての対戦車ライフルに相当する、主に狙撃に使われる、大口径の弾薬を使用する銃の総称、もしくは通称である。大仏ライフルは、銃機関銃や機関砲などに使用される、大口径弾を使用する銃である。重い大口径弾の優れた。 弾道直進性を生かして一般の小銃弾を使用する狙撃銃をはるかに上回る距離で狙撃を行える。使用弾種にもよるが土のうや壁などの障害物に隠れる敵や軽車両に対して損傷を与えることも可能である。対物ライフルは通常のライフルよりもはるかに大型で反動も強いため土のうや二脚などに設置して構えたり、 いてが腹ばいになり安定させる副車で使用される。M1918 対戦車重1916年9月15日のフレールイコールクレスレットの戦いにおいて、連合国軍は歴史上初めて戦車の実戦投入を行った。これと相対したドイツ帝国軍は小銃用鉄鋼弾を皮切りに様々な対戦車装備の開発を進めた。 1917年後半、戦車及び飛行機を射撃することを想定した 13.2X92mm タフ弾が開発され、これを発射するための火器として1918年からタンクゲベール M1918 の配備が進められた。M1918 は単純に小銃を拡大して、大口径化しただけの設計であり、その反動の大きさ等から、 実用面での問題も大きかったが、戦車の装甲を貫通して内部に被害を及ぼす銃としての威力はあり、対戦車ライフルという兵器の元祖となった。以後、対戦車ライフルは各国で隠し口径の製品が多種多様に開発されたが、後に戦車の装甲技術の向上などで対戦車兵器としては陳腐化し、戦車に対する効果は視察装置や無限軌道。 ハッチといった弱点に限られるようになった。それでも、なお大口径長射程の利点を生かし、遠距離での対人狙撃や、大型の弾頭を用いて、陣地攻撃に使うといった転用が行われた。M20 機関銃また、対戦車ライフルと同様の大口径競争薬な弾薬を用いる重機関銃や、機関砲は、その弾薬の強大な反動を、 本体の多大な重量が相殺してしまうため、優れた威力と射程と命中精度を持ち、単射での超長距離狙撃にも有効であった。このことは、経験的に知られており、独祖戦や朝鮮戦争やベトナム戦争において、現場兵士の即興で、対人、対物狙撃用として使用した例が見られた。 ベトナム戦争中の1967年、アメリカ海兵隊員のカルロス・ハスコックは、銃機関銃を用いて、当時の狙撃距離の世界記録を塗り替えた。ハスコックが使用したのは、M3 三脚に据え付け、土納で安定させ、アンアートル 8X スコープを取り付けたブローニング M20 機関銃だった。標的は2500ヤード先にいた自転車に乗った。 ベトコンで最初の射撃で自転車を破壊し、二発目の射撃でベトコンの胸を撃ち抜いた。フォークランド紛争においてロングドンさんを防衛していたアルゼンチン軍 B 中隊は狙撃兵による狙撃のほかブローニング M20 機関銃による長距離走車を行い、イギリス軍は同じように機関銃で応射したり、ミラン対戦車ミサイルを撃ち込んで陣地ごと排除したり、 手榴弾による肉迫攻撃という対抗策をとり、多大な犠牲を払いながら、作戦を遂行した。なおこのフォークランド紛争での銃機関銃による射撃を、通常の射撃ではなく、単発狙撃であったとする記述が、一部の和文文献には見受けられる。しかしフォークランド紛争、狙撃銃、狙撃手、大物ライフルなどに関する英文の文献や、その和訳書には、 フォークランド紛争での銃機関銃による単発狙撃についての言及が見当たらない。また、フォークランド紛争での戦訓がきっかけとなって大仏ライフルが開発されたとする説も一部の和文文献には見受けられるが、これも英文文献やその和訳書では言及されていない。ミュンヘンオリンピック事件における警察側の作戦上の失敗などからートル超の 距離からの狙撃能力や強化ガラスや航空機のキャノピーを貫通できる弾頭威力のある火器が必要とされることが認識され、タイテロ特殊部隊における大口径ライフルの需要が発生した。これらの理由が複合的に検討された結果、再び50口径級のライフルが開発されるようになる。2017年6月23日、カナダ軍特殊部隊は、 狙撃兵が3540メートル離れた距離から、マクミランのライフル銃、TAC-50 を使用し、過激派組織、イラクシリアイスラム国の戦闘員を狙撃することに成功したと発表した。狙撃成功は、世界最長記録となる。この種類の火器として、最も実績を上げたバレット M82 が、スウェーデン軍に、地雷、アイド除去の目的で、 対物銃として最初納入されたため、それ以後は同クラスの弾薬を用いるライフルもそのように呼ばれるようになっていった。湾岸戦争、アフガニスタン紛争、イラク戦争など開けた場所が多い戦場で、アメリカ陸軍やアメリカ海兵隊がバレット M82 などによる遠距離狙撃で戦火を上げた。戦時の対物ライフルによる対人狙撃はハーグ陸戦条約で禁止されている。 不必要な苦痛を与える兵器に該当している説が出ることもあるが、明示的にこれも含めて諸条約に該当している部分はない。一部の 12.7mm 弾などが人体への発射を経て体内で炸裂する場合、炸裂弾を禁止したサンクトペテルブルク宣言に抵触するとされるものの、対物攻撃の場合と区別できず、規制には至っていない。 マクミランタックマイナス -50PGMA カート2アメリカ合衆国イギリスフランスロシア中国南アフリカ共和国その他ありがとうございます